今回ですね、今期の中でも最も多く動画を上げさせていただいております単模試に関する動画を今日も撮っていきたいと思います。で今回ですね、先日放送のあったアニメ4話ですね、探偵はもう死んでいるの4話の正直すぎる感想ということで、最初はネタバレなしで、後半ネタバレを含みつつですね、話していきたいと思います。でまずですね、まあ、今回ちょっと、まあ、全体的な SNS とかの反応を見た限り結構好評だったんじゃないですか。面白かったって意見、特に優位なライブがすごかったとかね、いろんな意見を見ました。うん、あと主人公ね、君塚くんかっこよかったとかね、いろんな意見を見まして、で割といつもよりは好評あった。まあこの先ね、1話2話はかなり叩かれてて、3話も、まあ、タンモシってツイッターに言ったらつまんないってサジェスト一時期出てたんでね、まあそんぐらい厳しい意見が多かった。その中でも今回割と好評あったのかなと思ってます。うん、まあ、もちろん原作省きすぎだよとかね、話省きすぎて話よくわかんねえよとか、このアニメやっぱ破綻してんなとか、相変わらずつまんなかったなんて、まあ、ネガティブな意見もちろんありましたけれども、割とこういうの意見が多かったのかなと思います。まあ、それを踏まえつつ、まあ、皆さんもね、4話見た方多いと思うんで、まずはネタバレなしでその感想ですね、変わっていきたいと思います。でまずまあ率直に言うとですね、まあ、3話よりはもちろん面白かった。まあ、3話はため替えだったんで、その上でまあやっぱね、1話のは僕はすごい面白いと思った2話とかに比べたらやっぱ劣るなっていうところで、まあなんていうんですかね、期待値がやっぱ高い分、まあどうしてもそれはなかなか超えてこないなっていうところは正直あるし、まあつまんないとは別に僕も思わないですしね、今後もちろん見ていくんですけれども、まあやっぱまだ本領発揮しきれてないっていうんですかね、多分この先のポテンシャルってもっとあると、まあ個人的には思ってるので、まあ、まあ出てないのかなっていうのは思ってます。でその上で、まあ、今回は結構ラノベ的な、まあ、セリフというか、まあ、すごいね、なんかラノベアニメあるあるな感じの、まあ、セリフ、まあ、説明口調な感じとか、まあ、早口な感じ、うん、まあ、すごい出てたかなと思ったんですけど、あれどうしたかね、皆さん。結構ね、あれが気になると、まあ、多分1話とか2話見て、つまんないと思った人は多分4話見てもつまんないと思うんで、もしね、切っちゃってて4話どう面白かったら見ようかなと思った人は、まあ、ちょっと今のところはまだね、おすすめできる段階にはないのかなっていうのは正直な、ところですね。で、1話で楽しめてた人も、今回の4話とか見ると、あれ?なんか、楽しんでた部分が楽しめなくなってきたなってところあると思ってて、まあ1話の時の単模試って言えば、やっぱりバトル要素、バトル作画がすごかったわけですよ。で、やっぱ1話の作画が今んとこピークで、多分それは変わらないと僕自身は思ってます。で、その上で、まあ1話の際っていうのは、やっぱまあ、推理アニメかと思いきやめちゃくちゃバトル要素が出てきて、そのバトル作画もすごかったってとこで、まあ、しかもシエスター超可愛かったよってとこだと思うんですけど、まあ、今って今回の単模試も、まあ、3話もかそうかな。まあ、最近の単模試に関してはもうその要素は全くないわけですね。まあ、バトルシーンって言ってもほとんどない。今後はあるんですかね。まあ、今んところやっぱ1話みたいなバトルシーンは全くなく、そしてシエスターもちょっとしか出てこないというところで、まあ、キャラクターに他も夏なぎ凪沙ちゃんとか、まあ、今回出てきたサイカーユイちゃんとかも、まあ、非常に可愛いと僕は思ってるので、まあ、シエスターだけが可愛いと思ってた人、またバトルシーンが楽しみにしてた人は結構厳しいんじゃないかなっていうのは、まあ、見てて思いました。まあ僕的にはまあ脚本面とかいいなと思ってたんですけどね。もう今回に関してはまあ主人公をね、どうしたらいきなり推理力高まりすぎやろみたいな、まあ結構今回推理アニメ要素を出してたんですけれども、まあなんか腑に落ちないというかね、そんな風に解決しちゃうのっていうのは思いました。まあユイニアのライブシーンとかはまあ良かったと思いますね。非常にユイニアは可愛かったと思いますし、まあ今後ね、面白くなってくれればっていうので見てます。はい、ネタバレなしはこんぐらいかな。そうですね。まあ原作はひとまずアニメ化効果でめちゃくちゃ売れてるらしいんで、まあひとまずこのどんだけ叩かれればこのアニメ失敗とはならないんで、まあまた詳しい動画は今週中に上げるかもしれないですけど、まあひとまずアニメとしては成功してる、動画配信のランキングも割といい方だと思うんで、まあ割とアニメ化は成功と言っていいんじゃないかなと、意見も今のところ来てはおかしくないんじゃないかなっていうのは思っております。で、あとですね、今後めちゃくちゃ面白くなるって意見を毎回いただくんですよね。この単模試の動画を上げると、原作2巻、3巻のところがピークだよとか、まあ、ピークじゃないかな、めちゃくちゃ面白くなるよって、アニメ切った人、で、後から手のひら返すんだろうな、みたいな、結構意見いただいてて、まあ正直そんなハードル上げて大丈夫かみたいなところは僕はあると思うけど、でもやっぱ楽しみですよね、原作ファン。まあ結構この作品、まあ最初はね、原作ファン叩いてる人を僕は結構、まあ目立ってるように見えたんですよね。結構原作ファン叩いてんな、みたいな思ってたんですけど、やっぱすごい原作からめちゃくちゃ愛してるこの作品を、まあ、だからこそアニメにもいろいろ言うって人が多いっていうのが分かってきて、そのまあやっぱそんなまあすごい単模試が好きな方、まあ愛情熱を持ってる方が、2巻3巻が本当面白いっていう話をいただいてるってことは、今後やっぱ面白くなると思いますから、僕はすごい期待してますんで、まあ、面白くなったらね、またこうマジで面白いぞ、単模試今切ったやつみんな見ろって言うんで、見ろってそんな風には言わないからね、見ていただけると嬉しいですと、まあ丁重に言わせていただきますので、ぜひね、その時には見てほしいなと思います。まあ今のところはやっぱり、なんか、むしろ1話楽しめてたけど、4話まで来てあれってなって人とか結構いるんじゃないかなっていうのは個人的なところですね。
そうですね、1話つまんないと思った人は4話も多分つまんないんじゃないかなっていうのは思いました。まあ、その新しいキャラのサイコはゆうちゃんがすごい好きだとかね、そういうまだ違った感想はあるかもしれないですけどね。うん、っていうところです。あとこんぐらいか、ネタバレなしだとこれぐらいですかね。1話、そうですね、まあ1話のインパクトがやっぱ僕的には強かったんで、まあ、2話も普通に面白いと思ってて、3話はまあまあため買いというかあんまり面白くないなと思いつつ、そして4話は、まあ、まあいいんじゃないって、いいんじゃないって言い方なんか変だけど、こんな感じでしたね。今後ひとまず楽しみにしたいなっていうところはありますけれども、やっぱその1話の良かった要素っていうのは今ない。そして推理要素があれこれ大丈夫かなとかね。まあやっぱどうしても原作をかなり省いたりするシーンもあるので、まあこれはやっぱアニメ化するにはだってしょうがないとは思うんですけれども、まあそういうのもあったのかなっていうところです。で、ここからネタバレありちょっとだけ最後話したいと思うんですけれども、ネタバレにご注意ください。で、まあ、まず僕がすごい気になったのは、コウモリはいつの間に仲間になったんだみたいなところで、なんか最初刑務所に捕まってたんですね、確か。なんかいきなり出所したんだみたいな。まあ、しょうがないですけどね。まあ、ラノベ原作のアニメってどうしても原作省かれるってよくある話なので、まあ、この辺しょうがないとかなと思いつつ、さすがにアニメ前にはきついぞと思って見てました。で、あと、君塚くんの推理能力が高すぎないかというところで、ユイニャが、結局今回ね、ユイニャが仲間になると。で、ギガンっすか、あれがめちゃくちゃ、実は物が見えたりとか、なんかすごい能力があったり、で、またある組織に狙われてたりっていうのは分かったりするってとこなんですけど、主人公はなんか確か、ちょっと見えるぐらいの情報だけで、1から100ぐらいまで全部解いちゃうっていうことがあってたので、いや、これ推理アニメとしてどうなのみたいな。まあ、多分今回はね、バトル要素、バトルアニメ要素じゃなくても完全に推理アニメみたいな感じになってたと思うんですけど、これどうなのっていうのは正直思いましたけどね。まあまあ別に僕はそんな、このアニメにそんなすごい高度な推理要素を求めているわけじゃないから、失望したりしたわけじゃないですけれどもね。まあ推理アニメをしっかりやるんなら、まあしっかりなんかヒントがあって、で、それをしっかり解いていくというところで、今回は明らかに情報が少なすぎるので、主人公の頭のキレが良すぎると、推理能力が高すぎるということになってしまう。まあ下手したらその状況が整ってないのに、まあ結論を出してしまうと。まあよくコナンとかでもありますよね。まあこういう証拠があってと、これが足りないからまだこれ立証できないよとかあると思うんですけど、今回に関しては、それで分かっちゃうのみたいなところがあったので、より理由付けができてくると面白いのかなっていうのは思いました。あってこれ言おうと思ったんですわ。このアニメなんか何を目指してるみたいなのがないのが問題なのかなって正直思ってます。何がしたいのってそこはちょっとブレてるのかなって思います。まあ普通だったら多分シエスタが亡くなったとしたらシエスタは生き返らせたりか、まあ、このアニメは違う、ドラゴンボールじゃないからね、違うと思いますけど、うん、なんかそういう目標がないですよね。なんか主人公がシエスタの意志を引き継いで名探偵になってやるんだっていうそういう生きがみを持ってるわけでもなく、まあ今回依頼が来たから、まあそのユイニャの依頼に応えていくというシーンだったわけで、うん、なんか何をしたいのかっていうのはより定まっていくと、まあその、なんか行き当たりばったりはこの先に待って、まあなんか最初、結局あんま考えずに話作ってるよって言われたりしてると思うんですけど、やっぱそれがそういう要因なのかな。やっぱそこのゴールが全く定まってないから、まあそれもね、別にそういう作品もあってはいいと思いますけれども、まあ、この作品に関してはやっぱブレちゃってますよね。そのシエスタが亡くなって、その残されたたちの物語、残された者たちの物語という中で、うん、別になんかその、まあシエスタの意志を引き継いでっていうのはいいと思うんですけど、最終的にどうしたいのみたいなのがあると、うん、まあ、コナンだったら、それね、コナン君が工藤新一に戻って、ランクちゃんと付き合うと、で、黒ずくめの組織を倒すというね、素晴らしい、やっぱ、本当になんかやっぱ面白いアニメってどれも目標があると思うんですよ。うん、まあ、進撃の巨人ぐらいかな。まあ、最初は巨人を駆逐するところからいろんな話に広がっていくと思うんですけど、やっぱね、まあ、ワンピースだったら、海賊王になるとかだし、まあ、何かしら、何でもね、目標あると思うんですよ。うん。なんか一つの、なんか大きなものが定まっていくと、より面白くなってくるんじゃないかなっていうのは、個人的には思ってます。まあ、ちょっと今回の動画に関してはちょっとなんか語りきれてないところがある気がしますけど、まあひとまずね、今日はこんぐらいで終わりたいと思います。また5話どうすかね、5話の感想動画を上げるか分かりませんけども、ひとまず原作が非常に売れてるって動画を出すつもりですよね。こちらをお楽しみにいただけると嬉しいです。まあ、おいしんは今後も楽しみに見る予定ですし、まあ、切ってしまった人がね、結構いらっしゃると思いますね。たくさん、1から3話までつまんないと思ってた人はもう多分切ってると思うんですよ。だからこそその高評価の意見が多いっていうのは多分僕の個人的なところなんで多分そうですよね。3話まで、1から3話までつまんないのに見ててさらに4話もつまんないとか言ってるやつはさすがにちょっと問題あると思うんでね。うん、まあ多分今回の感想動画のコメント欄にも、つまんねえ、クソつまんねえな、4話まで見てきてやっぱゴミだみたいなコメント多分来ると思うんですけど、まあ気にせずに楽しんでる方は楽しんでいただいて、僕自身も、まあ今後の展開がね、すごい面白くなるって言われてるんで、まあそちらに期待しつつ見ていきたいと思います。という感じで今回の動画は以上としております。ご視聴ありがとうございました。